はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ということで今回はですね、伊藤さんがインスタグラムと LINE を使って月間80人集客して41万円の、ね、売り上げやった秘訣についていろいろ聞いていきたいなと思うんですが、本日は伊藤さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まず、最初にお名前なんですけども、お名前は伊藤さゆりです。伊藤さゆりさんですね。はい、はい、ありがとうございます。現在はどういったご活動をされていらっしゃいますでしょうか。今こういった時代なので、個人でこれからこう起業していきたいとか、副業をしていきたいという方向けに、起業の方法だったりとか、あとは一番こうネックとなる集客についてですね、こういったことを教えるコンサルティングをやっています。なるほどですね。じゃあもう集客の支援までもされていらっしゃるっていうね。はい、そうですね。なかなか業界の中でも希少なプロフェッショナルというね。はい、素晴らしいですね。ちなみにうちの SYK の、ね、学科を知っていただいたなんかきっかけっていうのはどういったところがきっかけですか。インスタグラムの修二、さんの広告を見たんですよ。実は。なるほどなるほど。それを見て、なんだろうと思って、詳細を見かけていただいて、で LINE 登録をしてっていう感じですね。はい、そうだったんですね。ありがとうございます。僕の広告を見ていただけたということで、はい、はい、じゃあ早速なんですけども、今、うちの学科に入ってから、どれぐらいの、実績が出ましたかというところなんですけども、はい、伊藤さんはうちの弊社 SYK の、LINE ステップ学科ですね、に、入学いただきまして、実際今、LINE アットのどれぐらい集客できていて、売上でいうとどれぐらいの今結果が出てるっていう感じですか。そうです。今だいたい月80人ぐらいは安定的に LINE アットの本集客ができて、今月まだ10月の途中なんですけれども、41万円の売り上げが上がっているような感じですね。うんうん、はい、素晴らしいですね。41万の売り上げ、うん、じゃあ今、単価でいうと大体ざっくりいくらぐらいの単価の商品を。35万円から65万円ぐらいの商品。35万円から65万円ぐらい。はい、なるほどですね。じゃあ今売れるまでの流れっていうのはもう、基本的に集客媒体は何を使って LINE に今を集められていらっしゃる感じですかね。そうですね。もう本当に私結構この子供もいて忙しいので、もうほとんどインスタグラムから、LINE につなげるっていう感じですね。ほぼインスタから LINE ですと。そうですね、はい。今インスタどうですかね。結構集客できますよね。あ、そうですね。本当に、もう多分やるんだったらもう今だなってすごく思いますね。やるなら今と、ちなみに今実は伊藤さんが旦那様ね、実は SNS クリエイターの方を学ばれていらっしゃるということで、はい、一応ね、そのツイッターもちょっと最近取り入れられたとか、はい、はい、おっしゃられたと思うんですけども、なんかツイッターとかでなんか伊藤さん自身はこういうとこ気をつけた方がいいよとか、なんか意識されてるポイントとかってもしあればそれも。そうですね、ツイッターの方だと、やっぱりこうインスタグラムと違って、もう本当に個人個人とこうしっかりこうコミュニケーションを取っていくのがすごく重要になってくると思うんですね。なのでそういった部分をちょっと意識して、もう本当にもうなんかビジネス感を出しすぎずに、とにかくこうコミュニケーションを自分でこう楽しんでいくっていうことをやっぱり大切にしています。ああ、なるほどですね。ツイッターもインスタ以上に、もう本当にコミュニケーションもリプとか、もうコメントでのやり取りで、それだけでむしろフォロワーがね、うまくやればちゃんと増えていったり。そうですね。すごい思います、それは。思いますよね。そうですね。ちなみに、インスタグラムの方で何か、伊藤さんが意識されていることもあれば、そちらもちょっと教えていただけたら嬉しいなと思うんですけども。あ、はい。ですね、やっぱりこう大事にしているのは、もう自分のこうターゲットとなるお客様が、どういうことで悩んでいるのかなっていうことをしっかりリサーチして、で、その悩みを解決できるような、そういったことをこう日々の投稿の中に入れていくっていうのが一つ目と、あともう一つは、やっぱりこう自分の過去にこういろんなこう悩みとかもあったと思うので、そういったこう自分の過去の経験っていうんですかね、そういうのも入れながら、もうなるべくこう共感していただけるような、文章を作って配信していくということを大切にしてます。なるほどですね。結構自分の過去の体験を交えて話すって結構重要ですよね。あ、そうですね、はい、体験も交えた発信と、はい、なるほどですね。結局インスタグラムもその自分自身のね、キャラっていうのをどれだけ出していくかが結構重要だったりするので、はい、
あのまず、まあ、お役立ち情報、まあ、有益発信プラスアルファで、まあ、個人 の, その価値観であったりとか、自分のこういう昔はこういう時期があったんだけども、あのこういうところを気をつけて今自分があるっていう、まあ、こういう自分のストーリーっていうのも、まあ、交えて発信をしていくことで、まあ、インスタでファンになってくれて、でもっと知りたいなと思って LINE に登録してもらえると。はい、うん、ですね。あと結構ね、インスタ最近なんか動画がやっぱりなんか熱いなーっていうのすごい思うんですよね。はい、はい、うん、そのなんか、はい、伊藤さんストーリーとかって結構やられてたりされます？やってます、やってます。私もリールはもう8月からリールを使うようにしてるんですけど、うん、本当にあのそんなに大した内容じゃなくても、今多分そういう今すごくいい時期なんですよね、リールをやるのに、うん、なのでなんかこう朝とかに1個載せただけで、それがもう夕方にはもう何百人が見てくれてるみたいな感じになるので、すごいこう今やっぱりインスタグラムやるべきだよって本当思いますね。本当にそうですよね、リールね、うん、もうリールに関してはちょっとあんまり僕もあの言いたくないぐらいなんですけど、すごすぎて。そうですよね、わかります、わかります。リール今すごいんでね、はい、はい、いうとこですよね。ちょっとお次にですね、まあ、うちの SYK の、まあ、学科に、入る前と後の、伊藤さんの、まあ、その心理面的な変化だったりとか、まあ、実績面的な、ね、変化ももちろんあると思うんですけど、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、うちの学科に入る前って、まあ、その集客面だったりとか売り上げっていうのはどういう状況だったんですかね？そうですね、もともと Facebook をやっていたことがあって、まあ、その時はすごくやっぱり売り上げって上げられることができてたんですけど、ちょっとこうその、で子供を出産したことでブランクが3年ぐらいあったんですよ。なるほど、なるほど。はい、でその間でやっぱりもう浦島太郎状態になっていて、浦島太郎状態ほとんど使えてない、使えないで全然集客できないところに変わっていて、あ、これはちょっとやばいなとは思っていたので、かなり自信をなくしちゃってたんですけれども、うん、でやっぱりこう SYK さんのお世話になる時もなんか本当に大丈夫かなっていう不安とかもかなりあって、うんうんうん、どうしようってすごく悩んだんですけど、うんうん、もうこの学科を卒業してみてすごく思うのが、本当にやってよかったなっていうのがすごくいいと思いますね。今ね、学科を終えられてやっぱり思うのが、本当にやってよかったと。本当にやってよかったです、うん。まあ、一番最初に逆になんか新しいこと始めたりとか、まあ、僕自身も結構いろいろ今までやっぱコンサル買ってきてますけど、初めてなんか新しいこと始めるときってやっぱめちゃめちゃ不安になるんですよね。ありますよね、はい、うん。でもやっぱやってみてよかったっていうのはどういうところが、結構伊藤さん的にはここが良かったっていうのもしあれば、はい、具体的な正しいノウハウっていうのがしっかり手に入って、うん、あとやっぱりこうテンプレートですよね、うん、この通りにやればこういう反応は得られますよっていう正しいテンプレートが手に入るっていうのもすごく大きかったっていうのと、うん、あとはやっぱり正しいやり方を知っていても実際に自分がそれができるようになるのって何度もやっぱり繰り返さないといけないですし、うん、やっぱりコツコツ積み上げていくことって必要だったと思うんですけど、うん、やっぱその部分の心の支えっていうのをもうスタッフの皆さんにしていただいたので、うん、それはすごく嬉しかったなっていうのと、あともう一つあるのが、毎回のこう実践会の前に必ずこう主事さんがマインドセットを教えてくださると思うんですけども、はいはいはい、あれ本当にめちゃめちゃ励みになったので、 あれ結構良かったですか？なんかそう言っていただけたらすごい嬉しいです、ね、本当に。はい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 。なので、もう本当にそれ私もスマホにダウンロードして何度も何度も聞いてる。そうなんですね。まあ実践会録画で全部、はい、一応録画をねされているので、それスマホまで落とされているっていうのは多分伊藤さんぐらいかなと思いますね。あ、そうだったんですね。はい。ちなみにどうですか、やっぱ毎月ね、今安定して本当に70人とか80人とか LINE で集客できてるっていうね、状況だったら、その心理面的ななんか変化とか、はい、本当にお金の不安がなくなるので、あ、なるほど、うん、あとは例えば来月も盛り上げられるのかなとか、うん、来月どうなるんだろうとか、うん、不安がもうなくなってくるんですよね、うん、もう自然にこう集客できていれば必ずその何パーセントぐらいの人これを買ってくれるっていうのが分かってくると、やっぱりそういう部分での不安ってなくなりますし、あとやっぱりこう家族がこう明るくなるなっていうふうに思いましたね、うん、お、家族も明るくなる、はい、うん、なるほどですね。これは結構大きな変化として、あ、そうですね、本当に、はい、最後に、ね、2つちょっと聞いていきたいのが、まず1個目が伊藤さんが初めて僕自身来たのを見た時の、まあ、ぶっちゃけの第一印象がもしあればなんか教えていただきたいなと思うんですけども、最初どんな印象でした？そうですね、話がすごく上手な方だなと思ったので、あ、そうなんですね、うん、
はい、あとはすごくこう話の内容もすごく分かりやすかったですし、うん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 、すごいたくさん YouTube を見まくって主人にも YouTube を送って見てもらってとかで。あ、そうだったんですね。僕はもう夫婦で修二さんのファンなので。そう言っていただけるとすごい嬉しいですね。もう本当そうなんです。そう、旦那さんにもぜひちょっとよろしくお伝え。ありがとうございます。ありがとうございます。ですじゃあそうですね、まあ、今の、リートさんね、まあ、今コンサルタントとして大活躍されていると思うんですけども、当時 あの自分に向けて何か一言今の自分から投げかけてあげるとしたら、まあ、どういうセリフを、投げかけてあげたいと思いますか。そうですね、やっぱりこう普段あの教えてもらっている通り、うん、正しいタイミングと、うん、まあ、正しいやり方と、うん、あとはもう正しいこう注力ですよね、エネルギーをかけるということですね。これをちゃんとやっていれば必ずこう目標って実現できるので、うんうん、とにかく諦めないで頑張ってって言いたいですね、うん、あ、なるほど、諦めずに頑張れと。はい、絶対にもう夢は叶うというふうに思いました。なるほどですね。本当に僕も最近思うんですけど、やっぱ今までいろんなね、あのうちの学校も合計今まで700名以上やっぱ配置をさせていただいてるんですけど、あのやっぱうまくいく人とかやっぱ、ね、結果出すの早い人って僕3つ特徴あると思ってて、あのそうなんですよ。1個目があのやっぱりすぐに諦めないっていうのは結構重要で、すぐに諦めない、まあ、とにかく素直で、あのとにかくやるっていうね、まずはやってみるみたいな。ですぐやっぱみんな諦めちゃったりするんですよね。なんか2ヶ月やってうまくいかないからやめちゃったりとか、3ヶ月やってうまくいかないから諦めるみたいな、うんうん、僕も起業した時とかって本当最初1年半、1年8ヶ月ぐらいずっとうまくいかなかったけど、何かしらやってたんですよね。何かしら、そうやっぱ続けるっていうのはね、それだけでもやっぱりすごい最低でも大事だなと思うので、まあ、そこに正しいメソッドとそのタイミングっていうのが組み合わさればね、そうですね、まあ、うん、伊藤さんおっしゃる通り、まあ、うまくいくとということなので、はい、はい、ぜひ皆さんもね、参考にしていただきたら嬉しいなと思います。はい。ということで、今回最後にですね、伊藤さんのですね、まあ、LINE アットもですね、ちょっとこちらなんですけども、すごいね、勉強になると思います。皆さんもぜひね、チェックして登録していただきたいと思うんですが、今登録していただくと、なんと、人生を 120% 豊かにする、強み発掘企業と SNS 集客術の、5大特典マニュアルが、もらえると。はい、ということですので、ぜひね、概要欄の方にもリンク貼っとくので、伊藤さんの LINE ね、ぜひチェックしてみていただけたらと思います。はい、ではね、本日、伊藤さんの時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい。